はい、こんにちは、レトスノーノです。3月14日の3問に入ります。売り主 A が非補佐人であり、補佐人の同意を得ずに B との間で非補佐人所有の土地の売買契約を締結した場合、当該売買契約は無効となる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。問題文の状況はこんな感じですね。非補佐人がいて、まあ、補佐人がいますよと。で、補佐人の同意を得ずに B との間で土地の売買契約を結んだ。補佐人の同意を得ずに非補佐人、売り主 A が B と土地の売買契約を結んじゃったよっていう状況なんですね。で、非補佐人が単独で行えない行為、今回でいうこの土地の売買契約っていうのは補佐人の同意が必要なんですね。非補佐人単独では行えません。にもかかわらず、非補佐人が単独で売買契約しちゃったよと言った場合、無効にはならないんですね。有効です。しかし、後で取り消しができますよっていう風なルールになっています。まあ、これよくある引っ掛けなんで、ちゃんと頭に入れておきましょう。で、非補佐人ってどんな方かっていうと、まあ、少しですね、認知症が入っている方だったりとか、精神障害がある方です。まあ、物事の判断がちゃんとできないっていうイメージですね。症状の重さによって、成年、非後見人、非補佐人、非補助人とこう3段階あるんですけども、まあ、非補佐人は真ん中あたりですね。一番症状が重い方が成年、非後見人で、一番症状軽い方が非補助人です。で、まあ、非補佐人はまあ真ん中あたりと、まあ、いったイメージですね。で、一緒に覚えていただきたいのが、この売買契約を取り消すことができる、契約を取り消すことができるのは誰かという話なんですよ。今回の場合で言うと、非補佐人及び補佐人なんですね。どちらも取り消しできます。なんで、この点も合わせて覚えておきましょう。で、これはもう基本的なレベルですね。さらに効率的に実力を上げるために、取り消しと無効の違い、これも再度確認しておきましょう。個別指導の受講者さんは、合格テキストの14ページに表がございます。そちらをご確認ください。他の分野も一緒に勉強するからこそ頭が整理できてきます。なんでぜひですね、分野をまたいで関連事項を頭に入れていきましょう。では問2ですね。宅建士が登録の移転をした場合、その移転後の取引主張の有効期間は、登録の移転の日から5年である、丸か×かという問題です。答えは×ですね。登録の移転の日からではありません。登録移転により、新しい取引主張を交付してもらった場合、有効期間っていうのは、従前の取引主張の有効期間が引き継がれます。つまり、前の取引主張ですね。の有効期間が引き継がれますので、新たに5年とはならないんですね。つまり、登録移転前に取引主張を3年間使用していたと。その場合、登録移転後の残りの期間っていうのは2年ですよね。だから、取引主張は残り2年なんですよ。使えるのは。この点はちゃんと頭に入れておきましょう。で、個別指導では登録の移転の概要と書き換え交付申請ですね。これの関連についても動画で解説いたします。ここでは引っ掛けポイントがありますので、この点絶対に注意しましょう。引っ掛けポイントについては個別指導で解説いたしますので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメールマガからご確認ください。で、問3ですね。国土利用計画法です。国土利用計画法によれば、同法第23条の届けにあたっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事等に届け出なければならない、丸か×かという問題です。で、同法第23条の届け出、これですね、事後届け出っていうことです。事後届け出。で、今回の問題っていうのは正しいんですね。事後届け出にあたっては、売買の対価の額、つまり、売買契約の金額ですね。これも知事に届け出なければなりません。なので、正しいです。で、そもそも国土利用計画法っていうのは、地価の高騰を抑制するために届け出をするように義務付けているんですね。売買価格が分からなかったら地価が高騰するかどうかって分からないですよね。判断できないんですよ。だから、売買価格、対価の額っていうのを届け出てくださいねっていうふうにしてるわけです。まあ、理解すれば、まあ、覚えるまでもない問題なので、ぜひですね、理解していただければと思います。まあ、このように理解をしながら勉強していくのが個別指導なんで、宅建試験であれば一発で合格できる試験なので、一発合格したい方はぜひ個別指導ご検討ください。個別指導の動画については、左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。